I have a dream. 私には夢がある。この有名なフレーズは、誰しもが聞いたことがあるのではないでしょうか。このフレーズはキング牧師として知られる、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが、演説を行った際に発せられた一文です。キング牧師はアフリカ系アメリカ人の公民権運動の指導者として、非暴力差別抵抗活動を実施した人です。非暴力で黒人の権利を呼びかける活動を行い、その結果、すべての人が平等であると認める公民権法の制定までこぎつけました。今日はそんな歴史的な偉人、キング牧師の生涯を紹介したいと思います。キング牧師は1929年にジョージア州アトランタで生まれました。父親が牧師であったため、キリスト教の信仰が深く、また大学在学中にマハトマ・ガンディの思想を知り、非暴力の原則に基づいた考えを育みました。彼はこの頃から演説力に優れていたそうです。キング牧師が26歳の頃、アラバマ州モンゴメリーでとある事件が起きます。黒人であるローザ・パークスがバス内で白人に席を譲らなかったために、なんと逮捕されてしまいました。キング牧師はこの事件に激しく抗議、結果としてモンゴメリーバスボイコット運動に発展しました。この運動はバスに乗ることをやめ、ボイコット参加者は徒歩や自家用車でおのおののネットワークを構築し、公共交通機関の代用としました。この運動は非暴力的な抵抗として1年間以上も続き、大成功を収めました。その後、キング牧師はこのような運動を全国的な規模に広げ、人種差別と戦うため平和的な抗議行動を実施していくのです。彼が1963年にワシントン大行進で行った I have a dream というスピーチでは、人種の壁を越え、人々が平等に扱われる理想の社会を夢見ていることを語りました。このスピーチは人種差別の撤廃と人種平等の実現を訴え、世界中に感銘を与えたのです。しかし、キング牧師の戦いは容易ではありませんでした。彼は脅迫や暴力の対象となり、多くの困難に直面しました。それでも彼は決して立ち止まることなく、信念を貫きました。そして1968年4月4日、キング牧師が39歳の頃、テネシー州メンフィスで労働者のストライキ支持のための集会中に暗殺されてしまいました。彼の死は全米に衝撃を与え、彼の名前は永遠に記憶されることとなりました。キング牧師が残したものは今日でも生きています。彼の戦いは公民権法の制定や人種差別の撤廃に大きな影響を与え、社会における平等と正義の追求に向けた重要な一歩となりました。彼の行いは偉業として語り継がれ、彼のスピーチや行動は世界中の人々に勇気と希望を与え続けています。Because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain.And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man.Mine eyes have seen the glory of the coming.